はようございます。おはようございます。ジュンです。そして今日はあきちゃんと一緒です。お願いします。お願いします。あきちゃんは、最近始めた企画の、ゴルフ女子発掘企画で第1回で出てもらったんですけど、見てもらった方はご存知だと思うんですけど、看護師さん白衣の天使ということで名前だけでもエロいんですけども今日はそんなあきちゃんと一緒にラウンドしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ゴルフ場は JGM のセベバレステロスゴルフクラブです。トーナメントもやっているすごい名門のゴルフ場なので、いろいろとねゴルフ場を楽しんでいきながらラウンドしていきたいと思います。前回のその企画のラウンドの時はいくつでもあったの？90。おすごい。後半あすごい。ちょっとスランプ中です。相変わらずまだ私は最初の動画しか見てないから結果見てないんですけど、これをね撮ってる時は確かに確かに。でもすごいショットもいいし、なんかどうなんだろう、今日もねちょっと雨降っちゃってますけど、まあ、逆切りくらい。いや切りたい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 、はい、本当に切りたい。じゃあ早速ねラウンドしていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょっと今日雨で練習できてないので一発目不安ですが、今日はちょっと勉強する感じで頑張ります。じゃあお願いします。お願いします。ピンクのなんかコルテオっていうボールにします。コルテオ、はい、初めて知った。いいね。すごい。やっぱ右行っちゃった。全然飛ばない。ちょっと私も朝一どこ行くか分かんないんで。本当いつもなんか安定するイメージしかなかった。そんなことないんですよ。お願いします。お願いします。ああ右だね。右だけど大丈夫だね。本当大丈夫。いや今日純ちゃんに、初ラウンドだし今まで、YouTube で見てたから、なんかどんなこと考えて打ってるかとか、ああなるほど、なんかそういうのを聞こうと思って、はい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 、そうどんなことなんかいつもまあ、そう自分で考えるけど、結構男の人とかはマネジメントしてたりするけど、女の子同士であんまりそういう話しないから、そうね、確かにあんまり言わないから。結構あこここうだなだなみたいなのはあるっちゃある。あそうなんだ、けど、まあ、基本は感覚の方が多い。なんとなくあなんだろう少し気にしてあとは適当って言ったらなんだろう振り抜く方向だけだったりとか、そういうのは考えてるけど、なるほど、なんだろうそこまでいっぱい考えちゃうと振れなくなっちゃう。確かに確かに。例えばなんかつま先下がりやったらちょっとボールこっち側に置くだけとか、私意外とそこの知識よく分かってなくて、あ、ね、なんかつま先下がりと か、なんか右足下がりとかそう分かるけど、なんとなくあじゃあ下半身だけなんかぶれなきゃいいやぐらいでしか、なんか知識が分かんない、どっちにボール置いたらいいとか。なるほどね。まあ、絶対じゃないんだけど、私はねそれ何で見たんだっけ、雑誌かな。あそうなんだ。雑誌の活字が自分の中でなんか取り込めなくて。確かにね。そう直接聞いちゃおうっていう。でそれをね私一回コースで雑誌に書いてあることやってみて、うまくいったから、あこれが正解なのかなと思ってやってみ、自分に取り入れて。そうそうそう。なるほど。じゃそれを今日はちょっと合ってるかどうかはね分かんないですけど、やってみよう。やってみます。ちょっとねこの間すごいゴルフ場でラウンドしてから、なんかね群馬のフェアウェイもラフみたいなペンペン草とか。タンポポとか生えてるゴルフ場でやったので、雨降った後ってぐっちゃぐちゃで、もうドライバーとかもう見えなんだろう、フェアウェイに落ちてるのに見つかんなくなっちゃうみたいな、これぐらい生えてるペンペン草が本当に四つ葉のクローバー探し放題みたいなゴルフ場で、もうなんだろうラフからずっと打ってる感じで、もうどうやって打ったら分かんなくなっちゃって、結構変な感じになった。公園でゴルフみたいな感じのゴルフ場で、めっちゃ安くて4500円で回り放題みたいな。いわゆるつま先上がり。どんな風で、まあいいや、一回打ってみた方がいいかもね。ちょっとなんかね、いつも短めに持とうぐらいしか考えてなくて、でもいいと思いますね。あ、本当？うん。
基本って感じ。基本、うん。あ、やばい、やっちゃった。これはやばいやつだな。出てきた？セーフ、セーフ。大丈夫だって。まあちょっと見てみましょう。うん、そう、つま先上がり私もちょっと苦手で、なんかあきちゃんも多分、うん、つま先上がり苦手な方なスイングなのかなと思うんだけど、うん、全部苦手全部苦手全部苦手。私はなんかつま先下がりの方が得意なんだけど、つま先、そっか、遠い方、そう、遠い方が、うんうん、で、そう、そうでしょ、うん、つま先上がりの時はあのね、ああやって体が起き上がっちゃうと右に行っちゃうし、はあ、つま先上がってるからダフりやすくて、うんうん、ダフっちゃったりとか左行っちゃったりとかするから。めっちゃあるめっちゃあるつま先上がりは右にちょっとボールを右に入れるんだよね。なるほど、入っちゃうから。そう、はあ、奥パー5、バットで打っちゃうかな、ここでみたいな感じです。カート道の左が行け。あ、オッケー。この下を、はい、その下ペチッって打つ感じで、テイクバックはもうそんなしないけど失敗するかもしれません。あ、うまっ。あ、うまく打てたんだけど木に当たっちゃったね。いや確かにテイクバック、そっか、方法が安定するし状態起き上がんないってことか。上げた時にふわってなっちゃって、うん、そのままこうなって、いやしかもそれ私自覚もなかったなるほど。そう、どっちかってともうなんか当てるだけっていう、うん、高さが変わらないように当てるだけ。なるほど。私もつま先上がりはやっぱ結構ミスっちゃうから。そうなの。なんかジュちゃんの見てるとなんかミスがないみたいに見えるから本当に、うん、なんかスッと入ってスッといつものように打って、うん、まあ、ちょっとボールの大きい位置だけ気にするって言ってたのは見てたんだけど、うんうん、言ってた前も。そう、とりあえずまだ200ヤードあるから、結構距離あるんですかね。これはとりあえず出すだけ6番でいきます。なんかラフ入るともうなんかアイアンしか、アイアン一択っていうイメージ。ナイス、出ます。まあ、とりあえずフェアウェイ行けばもう安全パイでフェアウェイだけウッドみたいな、うん、あ、なるほどね。それ以外にラフに行ったらもうアイアンでちゃんとフェアウェイ戻して、うんうん、っていう。へー、なんかリスク管理の方を取っちゃう。意外に硬いんですね。そう、意外意外、いやいやいや結構私もいいや、うん、いいやいいや系で打っちゃうんだけど、うんうん、5番ウッドでいいやとか。あ、ラフでも。そうだから、ラフで5番ウッド打てるのは理想だし、うん、いいなって思う。でもなんか性格も出るよね。なんかこう攻めるか、うん、一回レイアップして安全パイ行くかみたいな、うんうんうん、その時の体調にもよるし。そうだね、ラキちゃん結構固めなんだね、うん、今日はね。あ、今日は今日はそういう気分。あ、そうだ、あ、気分なのね。そこは感覚余裕でもいいかもしれない。うん、140です。はい、うん、でもちょっとコントロール不安ですけどね。どっちがどっちが 飛ばせるか。あ、こっちの方が飛びます。あ、じゃあもう、はい、奥なんもないんです、うん、はい。え、じゃあどうしようかな。でもバンカー避けたいからちょっと左に。あの白矢印を左で。あ、すごい、あの白い矢印すごいね。あれなんだろう、目、あ、目があるんですか。へえ、これ左足上がりだ。うん、私は右側に置くんだと思ってるんですけど、左足上がり。あ、うん、ちょっと、ね、そんな気がする。で、左足体重頑張ってキープして右乗らないように。うまい。あ、やばいやっちまった。あ、でもあそこなんですか。惜しい惜しい。66ヤード。わあ、ラフなんやね、気をつけよう。わあ、左行った。オッケー。これはね、つま先上がりを今意識するの忘れました、ね、少しね。その分左行っちゃった。
五八で行きます。バンカー越えでふわっと行くイメージがいいな。やばい。よかった。こうこと五八でふわっと。ふわっとね。ゆっくり。あ、やばい。やばいやばいやばい。これはもう負の連鎖。バンカーは左足しっかり入れて、うん、もっと体開いた方がいいと思うけどね。こう？もっと逆逆。こう。そう。フェース開いてそう。左に振り抜いて。左に振り抜く。ナイス！あ、出た。よかった、奇跡。出ました。ナイス。重た、マジか。めっちゃ重たいです。ラボです。ナイス。あー、よかった。危なかった。危なかった。いやでもこれぐらい打たないと入んないかも。よかった。いや何回打ったんだろう。6番でバンカーで入って7番目でバンカーから出して、そうだ、8、9、よし。逆にほぐれるかもしれない。そうだね。やっぱね、朝一はね、やっちゃうよね。私もやっちゃうし。超えるかな。170バンカーまでが160以上のキャリーでこうね。ちょっと左を狙っていたらいい。だけど、ね、私も左に寄ってた。いやフェアウェイ狭いな。握っちゃった。なんか入っちゃったかな。次もったいり右だけど、痛いけど、いた、大丈夫だ、よかった。雨止んだ。やった、雨止んだ。140なんで、6番アイアンなんですけど、心配だから5番ユーティリティ今 P と A にしました。 P がっつりでいいと思います。 P がっつり最近飛ばないしな。飛ばそうとしなくて大丈夫。普通に打つ。そう、なんか届かない気がしてきた。大丈夫大丈夫、届く届く。意外に距離なかった。うん、あ、上がりすぎたな。上に上げちゃったね。でも大丈夫。ああ、結構悪い。でも冷気で止まったかな。うん、バンカーなんで、サンドで打ちます。ナイスアウト。いた、よかった。おー、ナイス。前に当たっちゃった。もっとこうだった。下り、うまい。あ、もうそれでも切れるか。切れます。 OK、 ありがとうございます。おい、さすが。
チョキン。パーです。ナイスパー。ありがとうございます。さすが。よかった。